第38期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の笠原直です。解説は引き続きダンプ大橋が務めます。ダンプロよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第3節2回戦東杯の開始です。立ち合いに藤原貴弘の合図によって2回戦が開始されました。ちいちゃから魚、ごめんなさい、ちいちゃから石畑、なんちゃに魚谷、シャーちゃにひとつい、めいちゃに百野です。第1局、親番は石畑です。さあ、ダンプと1回戦ご覧いただきました、はい、どうでしたか。まあ、なんか結構ね、あっさりというか、はい、スムーズに終わったなって感じですね。まあ、そうですね。まあ、石畑さんはね、ウワンがね、うん、やっちゃったなっていう感じだったと思うんですけど、結局ラスでしたね。まあ、でも手配、ハイパー一番良かったですからね。はい、逆に、ウオタニさん良かった。いや、どうですかね。一つがドラ1枚、ピンズがなんかいっぱいある感じだったけど、ドラチーマンです。客の人のここの方がいいんじゃないですか。リャンシャンテンピン、はい、石畑親番で一メンツ、うんうん、ドラ入れたい、こちらですね、うん、ああ、そんなにでしたか。まあまあまあ、ピンクですね。7、8、9になれば、うん、6、10、8、7、8、9、ここの方が全然良さそう。はい、さあ、この後ポイントが出ますが、今日は苦しい展開になるんでしょうか。石渡、そして客野です。トップに一つ糸来ています。まあ、でも客野さんはなんか結構しょうがない感があった気がするんですよね。あのチートイとか、あ、64でしたか、うん、はい、何の法人ですね。あとね、ほら、あの W 打ったのもそうだし、しゃかわいそう、まあ打つよねみたいな牌だったんで、はい、まあまあしょうがないかなっていう、はい、ね、それよりもやっぱ石橋さんね、あのウーワンね、うん、がちょっとね、もったいない、まあでももったいないですが、まんざ余らしてないから何とも言えないんですよね。今のうちに切っとけだったのもあるし、まあドラさんがゆえの、そうですよね。だからまあまあしょうがないのかもしれないですけど、はい、ただやっぱりね、一番なんかハイパイちゃんちゃん目見てよかったと思うんで、うん、そこでやっぱラス引くと、うん、あんまりいい感じしないですよね。まあ、自分的にもすごくもやっとする一半ちゃんでしたよね、うん、きっと。逆にね、少ないチャンスね、はい、全部ね、うまくいった、うん、まあ、ひとついさんとか、はい、ね、チート上がれたのもそうだし、うん、の方がやっぱりなんか来るんじゃないかみたいな、はい、チート上がって2戦4戦もね、ラス入ってもらって、はい、ひとついさんは昨日とんかつを食べたそうですよ。とんかつ盤石ですと。そういう人っすか。そういう人らしいです。ダンプさん、そういうのないんですか。なんもないっすね。いや、ないっす。本当だって、はい、大体同じものしか食べてないし。え、そうなん。ここ来るとき、僕ほら、家が横浜の方なんで。はい。こちらにカメラが。はい。テンパった。テンパイだけど、うん、一旦テンパイ取っての闇店役なしです。だから、御徒町から、はい、大江戸線乗ってくるんですけど、うん、大体御徒町降りて何か食べてみたいな。御徒町は美味しいお店が多いんですか。どうなんですかね、わかんないです。私行ったことないんですけど、まあでも来てからシュークリーム食べてましたね。あ、食べてましたね。まあそれはそれでちょっと甘いの食べたかったです。さあ、大谷いいシャンテンですけど、点数見るんならパワー1残したいんですけど、ドラがチーマンなだけに、うん、ただパワー1切っていきました。まあ、であるならばもうスーソーパーソーはポン点取るんじゃないですかね、はい、うんうんうん、ヤングマンテンパイが入れることはできます。さあ、チートイツ客のドラドラになっています。客のさん、ピンフのリアンシャンテンってハイパイさん、はい、気がついたらチートになっちゃいます。まあ、ドラ重なってね、はい、ドラ切りたくないだったと思うんですけど、そして石綿が両面チースーソーチーしてのまだイーシャンテン。でもカンチーワンがな、ネックですよね。ネックだよね。まあ実際チーワンがあと1枚、うん、で、もう1個なんだっけ、もう1個はスチソー、はい、チソーもなかなかに薄い。やでもまだ3枚か4枚、2枚だ、1枚、うん、あと2枚です、チソーが、はい、客の実らせたいドラドラです。原価次のとんかつ、お、テンパった。これはどっちかどっちでもいい。タイヤオかパソギリリーチは強気、パソギリリーチは強気だと、はい、ロッキュソのリーチを選びました魚谷です。
で、チーソ切り玉もまあ、はい、あるはある。うん、チーソだとまあもう石綿がスーソーチーを入れてるので枚数でいきましたでしょうか。6球層のリーチです。いいんじゃないですか。6球層全然球層がだってすごくいいじゃないですか、はい、でロー層は今ここにあんこですけど、うんうんうん、まだ1ってことは3と1でまだ4枚いるってことですね。はい、十分です。4枚山の魚谷のリーチです。ロー層積もれば単葉でリーチ単葉積もプロさんはチートイツだけど、はい、やっとなチートイツになったと思ったら、はい、メンチテみたいなね、辛そう。はい、ドラドラ長いな。さあ、一つ芋転売中ですが、これで役つきますね。手上がりはできる形になりました。まあ、9万ノーチャンス出し切るんじゃないですか。そうですね。パワー4枚見えてる。あれ切らないんだ。あれなんでですか。わかんない、わかんない。9万 100% 通るからな。あ、でもいや、あ、そうか、振り点、いや、あ、振り点か、うんうんうん、ローピンが振り点でした。ローピン振り点、本当だ。じゃあ1通とかにしたいから9万切らずってことですか。そっか、そうですね、それしかないですもんね、うん、あれなんで振り点なってたんだ。カウンピンにしたからか。あ、からのローピン引きで、あ、ゲップつきって、あ、そうか、先に、あ、大谷の上がりとなりました。急走の報酬です。石綿大谷の上がりです。300、さあ、今曲は大谷が上がって親番を迎えます。トーン2曲。あ、そっかそっか、そうだ、ひとついさんが最初ローピン切ってカンウーピンにして、はい、その後にローワンでピーカーありで、はい、そうですね、そのもう一回ローピン持ってきて、スーピン切って、はい、で、ローワン持ってきて、ローピン切りか、うん、で、あの、テンパイ取られました。ポイントになってしまっていると、うん、ありがとうございます。さあ、大谷、ロントイツ、一つ岩ドラ1枚で、ピエを重ねましたが、なんちゃです。いいとは言いませんね、このハイパイ。うん、今1ですね。はい、続きまして、客の、なんかもう自敗重ねてさばきたい感がすごいですね。はい、石綿さん今回はあんまり良くないかな。みんななんか微妙。そうですね。はい、あ、ペンサッピー引きましたよ。あ、これでドラターツがある分なんか一つ以上良くなりましたね。うんうん、両面両面もあって。ここは微妙。はい。ここも微妙。さあ、どうだ。大谷31,300点です。満足切っちゃう？そうですね。ドラチーマンですけど。まあ縦や縦っていうか、まあチートイとかでしょう。本戦ですね。ね、ベンチワン入ったところで、はい、ね、何すんのになっちゃうから。まあチーマン来ても、まあチートイね、あ、そうそう、短期でますますチートイになるだけですから。はい。気配が詰まってきます。白は場に2枚見え。ドラドラドラな。だけど、まあまあまあ、手なりからなんかここもね、もう一個統一できてチートイとかなりそうですよね、ひとついさん。なんとか重なれば、まあまあ役がね作れればいいんですけど、うん、役作れないリオン統一になっちゃったらね、さすがにチートイ見ちゃいそうですよね、うん、ここも。初はションパイですが切っていけます。客のさんはどうする。ピン系石綿は想像の一通も見えます。さあ、ドラドラが一ついです。うーん、どっちか、キツモギリか、キツモギリとなりました。ここは急走と一通とするか、うん、今期の A2 リーグは全11節、下位4名が B1 に降級、上位2名が A1 に昇級というシステムです。お、ひとついさんは一応 E ペーコーが見えたんで、はい、まあまあ素直にパーピン切り、ローワンで固定するかもしれないけど、考えてますね、ローワンで固定を先に選択、うん、一応ね、チートイツのレアシャン点でもあるんでね、ドラヒオいらないですよねっていう、うん、ダンプさんはもう A2 リーグ何年目になりました。なんか一番長いんですよね。一番長いです。もうその次にヒロさん、山田プロですかね。何年だって A1 から落ちて、そっからずっと A1 から落ちたんですよ。ってことは今38期だから8年目、はい、9年目。うーん、でももう最近は上位争いを
なんかね、いつも違うところに何が起きたか。はい、伝説、あ、電気？はい。あれ、10節目ぐらいだったっけ？そうそうそう、すっこけて、ね、なんか消化試合っぽいことが起きちゃったんで。そうなんです。この越リーグは最終節は、ポイントで宅組が変わるんですよね。はい、上位4名で最後は戦います。まあでもね、落ちない位置でね、うん、やれればもう楽しい、うんうんうん、これは一番嬉しい、はい、どっちにもなる。じゃあ、難を切っていきました。難を切った勝てるのがいいってことですか？ん、違うな。なんだろうな、チーピン引きの分ってことかな。ああ、メンツ体だと、うんうんうん、パーピンの腰がいいと。ドラドラの一ついです。パピオンさんはこれでくっつきのイーシャンテン、はい、マンズ切るかソーズ切るかピンズ切るか。ソーズピンズとマンズにくっつきを求めます。まあ、ロースを引きでもテンパイ。何が良かったんですかね。誰ですか？うん、客野さん。あ、なんか手拍子でピンズとか切りそうな気もするし、はい、切っちゃいそうです。はい、ね、一番嬉しいウーピンは振り手になっちゃうし、サブロー級。本当だ。なんでしょうね。ダンプさんは何切るんですか？いや、僕も多分何も考えずに数ピンポンって切って、はい、うんうん、まあ、ローマンは切る人は少なそうですよね。そうですね、ドラチーマンですからね、はい、ソーズかピンズか。ああ、もう絶好。イスチーマン振り手でもありません。ここはリーチとなりました。3面チャン。イスチーマンは、はい、4枚かなと。早い早い。ドラが残ってますね。ドラあります。ありますね。ドラがなんと2枚まだ。ドラ2枚残ってます。ドラ2枚の、スチワンが1枚ずつ。お、うん、違うな。2万も2枚。あ、じゃあ5枚いんのか。結構ありますね。そして1つでかけり1。チーマンとペイのシャンポン待ち。チーマン残ってます。ペイも1枚。わーわーわー、ほんとだ。大谷が1枚も、あ、ないわ。ペイはあれ、ペン2枚切れ、客のが1枚切ってて、あ、ここは渡谷さんが持ってそうか、はい、ただこのペイは、まあ、シャアが先になるけど、この後手詰まりはあるかってことは、チーワン2枚と、うん、E1 1枚とスーワン1枚、はい、まだ4枚いる。客ののが枚数的にはより、まあ、マンズが押し寄せるけど、一寸チーマンではない。もう残りみんな2巡ないぐらいだから、はい、決着つくんでしょうか。大谷がどうでしょう。まあでもね、あと5枚ぐらいだし、どうなんだろう。ナンは一つに現物ですよ。であるならば、うん、あ、でもチーソーは筋と現物か。おー、おー、強い。今日は一つの日なのかもしれません。一つが上がりを決めました。リーチスもドラさんです。イペコもあって、イペコあるから跳ねまん。いやー、角田さんどういう気持ちなんでしょう。いやー、嫌な気分でしょうね。ですね。俺3連勝だよ。つかめやと。いや、つかんだ結果つもんね。つかめやって思いすぎたかもしれません。いやー、確かにつかみましたと。でもつもです。3000、6000のつま上がり。いやー、1回戦もね、2000、4000決めてますからね。ね、なんか本当、なんか高い手っていうか、ちゃんとテンパったら解き上がれてるから、いいですね。いいですね。このまま伸ばしていきたいところです。一つ位はスタートの時はマイナス 37.5 で12、あのピンクが見える位置なので、はい、まあまあ浮いときたいですよね、はい、とにかく気持ちで戦い、結果にこだわる。シワさんが染めそう。ソーズのもう一つルイソはないか。一水さんぐらいね。まあでもなんかちゃんたとか見たいですからね。はい、全然第一打数万だったんですね。これは致し方ないですね。さあ、石渡が仕掛け入れました。シャアのポン直出です。ただ老僧が下がってしまいました。わお、老僧あんこってるとなんかすごいですね。その老僧6枚使いとかなってすごい強いんですけど、はい、ダンプさんも泣きますよね。シャア泣かないですか。どうすかね。ツーフロー先にパーソン処理していきます。まあなんかその時によって変わりそうですね、これ。
その時っていうのは点数状況とかいうことですか？まあだったりとか、はい、なんか本当僕結構あれなんで、はい、調子とかそういうの込みになっちゃうんですけど、うんうんうん、今調子はいい方じゃない、悪い方じゃないですか結構、はいはいはい、となるとまあだから どっちかな、なんか同じことやっても普段と同じことやって負けるときってなんか違うことしたいじゃないですか、うん、だったらなんか普段泣かないような牌は、はい、あの逆に泣いちゃったりとか、まあなんかアクション入れてなんかどっか打開したいなっていう、うん、そういうのがあるんで、だから100回やって100回にシャアを泣くかって言ったら、はい、まあ泣かない、そういうね、時もあるなっていう感じの、うん、石渡は仕掛けを入れていきました。まあ、石渡さんね、もともと結構ね仕掛け多いですよね。まあ今日とかねすごいなんかさばき多いから、はい、うん、まあ1枚目からねいっちゃいそうでしたけど、うん、結構さばきは決まる方ではありますね今日、うんうん、ただなんかね高い手が ねもやっとする、もやっとする宝珠だったり、はい、もやっとするねあの角だったりありますね。石原さんこれ実質地層の二度受けなんですよね。はい、335566です、うん、逆の前進しましたがもうここはローピン、自敗も切らない構えですね。これでも石原さん運送とかどうすんだろう、うん、しないんですか。いやーわかんないです。三蔵だって自分で使った仕掛けしちゃっててそのサブロー層のシャンポンって、はい、上がりあるの結構きついですね。嘘を泣いたところでなんかスチーソー2回にかけた方がいいんじゃないかって思う、うんうんうん、どっちでしょうね、なんとも言えないです。まあもう重なっちゃったんで出ないとは思うんですけど、はい、あこれでスチーソー結構強いんですよね。これ4枚5枚まだ3枚、あーテンポだけどできればトン泣きたいけどもうトン出ないですからね。うん、まあ石渡が持ってきた場合はこの天敗系ですから、まあさすがに打ちそうですけど、はい、そこ以外を打つことないですもんね、うん、受けています2人とも。石渡ドラ持ってきた場合どうなんですかね。ドラ、いやもう打っちゃうんじゃないですかこれ。あ、打っちゃった、うん、打っちゃうっすね。いやでもこう辛いっすね、はい、まあまあトンじゃなくてよかったねっていうその、うん、ね、いいシャンテンの形で打ったので、はい、サンタドラ1、3900の出上がりを決めた一つ親番連チャン欲しいですね。はい、最初の選択もありましたがチャンスを決めての上がりです。あれ他に行ったらね出ないですからね。ね、本当にしかも今あの客野さんが統一になったから、うん、ラスハイですからね、うん、あの白さんは倍でしたか。それは最高に嬉しいですね、はい、スチーソーの方がかなり、スチーソーまだ3枚3,600、3,900と決めている時です。石畑さんどうすればいいんですか。いやー辛いですね、はい、まああの形になっちゃったらもう補充しかないからしょうがないんですけど、うん、うん、逆の5、4統一石渡が一メンツで、魚谷はペイチャでペイ統一、うんうん、しかも魚谷さんはドラも統一だからペイ仕掛けそうですね。はい、初を重ねたのは逆のです。チートイツのいいシャンテ、うん、これはどうなるかな。今回はまあでもなんかね、うん、普通にみんな前でやりそうだけど、まあ石渡さんだけなんか微妙な、そうですね、うん、ここはドラドラ出しをしたいし、チートになるかもしれないし、ひとすいさんは嫌だし、はい、どうするかペンちゃん外すかつもぎるかなんですけど、はい、まあでもマックスね、うん、ローワンローワンが偉すぎるから、ね、まあさすがにパッキューソーですね。自然に手を進めていきます。逆のがいいシャンテンでパックは自身で切っていますが手の内に残していきました。石渡もう石渡さんは、まあ、今3万切りで、はい、ね、あの手配スリムにしてる感じなので、うん、まあ、今回はもう補充だけはしないように、はい、
石渡さんって結構守備が強めの選手なんですか？そうですね、あの対応です。対応とか受けとか、まあ、そっち系だとは思いますね、はい。まあ、ガシガシ行くよりは、うん、まあ、受けてますよね。うん、泣きも多めですけど守備も強めと、うん、嘘もつもぎりとなっていきます。でもね、鬼渡さん言ってるぐらいですから、もっとね、はい、ガシガシ行くイメージありますよね。鬼渡タイムですからね。そう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 。これでなんかすごい3色風草切り先に、お、3万切った。今回は3万でした。どう、何がいいんですかね。まあまあ、はい、いいんですけど、3万切りも全然いいし。3万残しのメリットとしては、あの3万残した時のメリットは、はい、まあ、ローワン引き、うんうん、ローワン引き、あーでもどうそうでもないか。いやだから結局今頭ない形なんで、はい、そうですね。まあでも結果同じか、ローワン入ったら3万切って嘘切ってだから、うーん、3票持ってきて1つが嘘切りとなっています。あんま3万切った方が良かったかもしれないですね。うーん、嘘の時の選択でした。このまだイーシャン天中、ここはもうなんか受けてる感強いですね。はい、ペイ出ませんね。そうですね、ペイは深いですね。これはジャンパワー、あ、でもでもそんなジャンとの出来方がするとは。6球1パーマン3ピン完了。そう、これでヤンゾー入ったらね、行きました。石渡から出ましたよ、ペイ。これはさすがに仕掛けるでしょう。はい、で安牌になる方、うん、まあ親がね中央1枚切ってるんだよ。はい、石渡さんペイション牌でしたけど、まあ親じゃなければいいかなってことなんですかね。そうですね、あの変に持ってリーチ受けて打つよりはってことじゃないですかね。大谷仕掛けを入れてイーシャンテンでドラドラです。イーシャンテンが広がる大谷十分。もうあとはひとついさんのリャンゾーがどこに行くかですね。そうですね、リャンゾーはまだ山に2枚、2枚、マニは1枚切れです。大谷がリャンゾー切ったらどうでしょう。あ、絶好、あ、最高、闇天だ。9-1 はこれ拾い放題ですね。いやーきついな、打ちたくないな。いや、だってワンチャンこのタイミングで石橋さんが9-1切るだってあるんだから。あるなね、だって周り、まあ、最終手出しパーワンなんで、はい、そこ強化すれば強ワン打たないですけど、川のなんかイメージ的にはマンズの上、はい、まあ、9ワンはなんか早く切っときたいなみたいな感じになるから、これワンチャン報酬ありますよ。受けるなら9万がある。いや、ストレートにいっているか。これなら、はい、お、テンパイ、テンパイ数万ローマンです。これで9万あと1枚でローマンがあと1枚でもまだ2枚ですね。ます数万か、あ、そっか。お、客野さんドラ短期テンパイ、ほうほうほう、みんなローマンありますからね。残ってますよ、カン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 ローソナンカンです。新ドラ増えません、この公式ルール。掘り起こしてリャンソー、これで数万でも6400、はい、十分です。すごいな、みんなドラ欲しいわ。はい、そうなんですよ、みんな大きいですよ、打点は。まあ、ダブロンとかないんで、そうなんです、頭跳ねですけど、はい、この Q1 やばいですよ。やばいじゃない、はぁ、ダメだ、きついよ。一つの上がりとなりました。ピンフ3色もついています。5800は6100、やめようでバッサリ。まあでもこれいいダーマ点でしたね。はい、なんかね、リャンソー入ってちょっとテンション上がっちゃってるちとか言うもんなら、ね、あの6000オール積もりに行きたい気持ちがすごいあると思うんで、まあでも Q1 ね、5800ですけど、はい、やっぱひとついさんがなんか今日は調子がいいんでしょうね。いいですね、伸ばせていきそうです。日本場となっています。親番連チャン中ドラガシャ、あまりにくらいません。トイツは4組でした。北君のは1メンツ、石渡観光2メンツ、トントイツで、トントイツ、これはどう、はい、まあ、ちゃんたか本一かつけたいですね、うんうん、つも次第、うん、大谷はチューンが統一でした。1つのうち1人ドラドラなのがあるか。シャアはまだ山に4枚、うん、
れで本一見たいですね。そうですね。サクッと仕掛けもありますか、石渡さんは。ただ総図なんか下の方みんな持って、そうでもないかまだ。リストツイが厚く持ってますね。うんうん。でもスーソーそうか、今スーソーあんこっちゃったんですね。はい。となると結構きつい。あ、ドラ引き。ドラまだ山に3枚。うん、まあ、これをつむぎった。なんでなんで、さばきたいの。え、なんでさばきたいの。だったらこれだってね、26とか2000点上等ですよ。ここでシャア切った以上は。すごいな。え、ダンプさん切らないですよね。いや、さすがに染めに行くと思いますよ。うんうんうん。なんかこの麹切れるってやっぱドラが結構扱いが大事です。大事ですよね。大事です。で、ドラの重なりも偉いし、はい。でも石渡さんの考えは今回違うんですね。うん、なんかさばきたいんですかね。まあ、これ切っとくことで、まあ、自分にプラスに働くこともまあ、まあね、まあまあ。どうなっていくんでしょうか。でも青は打たなかったんですよね。はい。いいシャンテになりました、客の。天杯。大谷が。チューンを防して両面天杯6球間。これは強いですね。決まりそうですね。7枚。あ、これは使える。5枚か。はい。これで4枚残り。4枚。9万がいっぱいあります。まあでも9万みんな切りそうですからね。石綿もいらないです。うん、9万3山は強いんじゃないですか。しかもこれ、はい、サクッと切れますもんね。はい。ドラはね、切ってくれたおかげで切りやすいし。逆、はい、の追いつきましたよ。カンチーマンの夜会展開。ただ、チーワンはあと1枚とか。ん？あ、チーワンないわ。順からす、順からす。あ、2枚切れでした。現状は客の山に上がりはありません。これってどうすればいいですか？カンしていいですか？いやー、してもいいし、しなくてもいいし。うん、一つの選択は数層の暗冠。これでいいシャンテンになりました。どっちが良かったですからね、今の。カンするかしないか問題。しないと、しないと何切り、まあ何切りかですよね。はい、ちょっと難しいです。ワンチャンイーソーの問いとしたらか、選択肢入りそうだけど、まあとは言うても今はみんなで9万をつまり切ってるようなもんなので、はい、大谷が6、9万待ちの天杯です。はい、イーソー1位できました。これラッキーですね。すごいラッキーですね。はい、ウーソー短期で石渡天杯。この運送短期もなかなかになんかえぐいですよね。使いにくさはなんか輸送層暗冠されてますからね。そうそうそう。まああと1枚しかないですけど、はい、場に1枚の客のさんなんで。うん、さあ現在3人天杯です。えぐいはえぐいけど、ローキューマンが深いな。結局ね、ローキューマンがまだ4枚いるんで、はい、強いですよね。さすがにローキューマンの勝利じゃないでしょうか。あ、これは待ち替え。これで691 E1 にリーチ打つ可能性。いやー、はい、リーチ打ちそうだな。役がないのでパムを切ったらやめてんだ。リーチ打たない。なんでなんで、ドラ見えてますよね。なんかすごい打ちそう、うん、打ちたくなりそうなんだけど、お客さんのジャンプとこだと打つのかなって勝手に思ったんですけど、これどうするか。目に見えてシャンポンに残り1枚、リャンゾーだけ。でもここは俺のタイム、リーチとなりました。イーソーリャンゾー、まあ誰も使えないですからね、これリャンゾー、はい。いや、やだな、このヤリーは。酸素、数素の暗冠が入っています。押していく客の役がないんですよ。ああ、最悪。シャー短期。うん。うん。羽マン積もってますね。はい。いやー、石綿の3巡目のドラ切り。今、シャーを引きました。しかもシャーね、ほんと全山だったんですね。ああ、そうなると。あるある、ありありですね。自分の上がりの逃した後には人の上がりがあるってやつですね。ありますね。さあ、大谷の上がりとなりました。線は1600の出上がりです。石綿から上がります。まあみんな上がりは平等にあるということです、ね。はい、まあね、打点はね、そんな痛くなかったですね。うん、ただなあ、その上げ下げで言ったら羽マンのつも上がりが1000点補充なわけですから、やっぱりでかいですよね。はい、ドラが急走と4局です。おお、順統一、ドメンツ完成。石綿ドラ1枚、
メンツは一メンツありました。大谷は当のポーの発信、まだ白がといつ、まあ本一ですね。はい、本一を強く見ていそうです。一つ言は一メンツ。これで上、あ、まあそうですね、ピンフやらチートやら、はい、さあ両面チー通風路早くも。現状渡谷さんはもうなんか裸短期上等みたいな感じですねじゃあハクも出てもポンだし、まあそうですね、うん、いや全部泣くでしょさすがに白森アウンはもう、はい、現在トンのポン、イーマンの両面チーを入れています。逆の親は、うん、シャーサインシャンテンなんだけど、なんかお、これで裸短期はなくなりました。あ、ほんとだ、ペイからでした。嘘残しますね。まあこれは嘘、はい、うーん、まあ警戒的なやつだったり、うん、まあ一応ね、うん、ドラが急走なんで、はい、端っこだったりとか、うん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 、そういうのの可能性、要するに他の手役の可能性で、こうやって最後の白ポンの手出し嘘の方がちょっとだけマンズがブレるじゃないですか、はいはい、ブレます。あ、本日じゃないかもって勝手に私は思っちゃいます。そう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 、だからまあ残しといて、ただやりすぎてそれが当たり牌になる時とかもあるから、はいはい、まあ状況状況ですよね、うん、もう今はうまくはまってますね。だってこれもうだから言ってしまえば石破さんのリアンは危ないんですから、はい、あ、役本一ですから、ね、ちょっとだってマンズが外に行ったら、ね、うん、運安入ってもそうですけど、うん、外行った瞬間放銃しちゃうわけで、うん、そうですね、7700です。これだからリャンワン結構止まる人います。まあまあまあ、ここまあまあ現物、客野さんはだから一応今魚谷さん見てますよね、ちゃんと。はい、リャンウマンはまだ4山残ってそうです。ああ恨めったけど、まあまあしょうがない。はい、大谷を警戒しながらの手の進行です。すでにテンパイを入れているサンフーロの大谷、これね、石橋さん運満引きはもう宝珠ですからね。はい、運満残ってるんですよね、3枚、うん、石渡はいいシャンテンの形です。その前に大谷は積もるでしょうか。一つ今もう受けですね。待て、はい、ここはでもワンちゃん行きたいよ、いいシャンテン。パピンは現物というか危ないってことですか。いや、あの魚谷さんには打てるぐらいな感じなんですかね。うーん、パピン、まあでもね、これこれで6キューピンの受け入れが出てました。いや、6キューピンはもう無理です。6枚ぐらい切れてます。わー、ほんとだ、6ピンが3枚、キューピン3枚切れています。さすがにそもぎりでしょう。はい、あ、ここで9万の統一に手をかけました。まあもうパワー1 4枚切れの9万が2枚切れだったんで、はい、完全安排ですね。うん、ってことは石橋さんもとりあえずもう受けに入ってるとは思うんですけど、はい、いや、リャンマン打つ可能性がちょっと下がりましたかね。ただ街はあんま読めてないですよね。うんうんうん、今の統一落とし、いや結局最後の、はい、手出し嘘ポンして嘘でしたが、見えちゃってるから、はい、石橋さん三蔵で9番の統一落とし入れたんですよね、多分。さすがにパーピン切るかな。進めるならパーピン危ないって思ってんだったらもう完全ベタ折りするしかないですからね。はい、まだ言っています。客の親番、最終手出しが嘘の大谷、これだからその嘘が効いててもうどうしようなんですよね。本当だ、まあピンズね、今切れるようになったから、はい、ヤンマン補充はなさそうですけど、はい、ヤンマンはもうゼロになっています。でもこれイスワン入ったらさすがに客野さん打っちゃうんじゃないの。出ちゃいそうですね。あ、ヤンマンは大丈夫。いや、もう大丈夫です、はい、1巡前だったら危なかったかもしれないですけど、まあ、でも積もりました。魚谷の上がりとなります。ヤクヤク本一となりました。2,3900の積も上がりです。うん、お上手お上手。前回上がってからの2,3900
さあ2回戦は難入です。石綿の親番、今日は辛い展開になってしまうのか。ただ石綿ならこじ開けられるかもしれません。どうでしょう親番。うーん、なんか悪くはない、悪くはないですよ。78球見たいんでしょうか。ウーピンからすごい見てると思うんですよ。ジュンちゃんとかなんかドラ引きとか全部見ましたね、はい、かっこいいですけど。え、ダムさんちなみに何気味なんですか。第一弾ドラ数層切るかな、うんうんうん、789よりは、はい、あのドラの方をドラ周り残したい方になるんで。うん、石綿の選択はウーピン切り。さあドラ持ってきた一ついですが、まだ一面ずつでシャーチャで、シャーがトイツです。シャーを先ほど鳴いていません。逆のはピンズの方イズが濃厚で2ピン引きで2面ずつ。なんか出ましたよ。もう分かりやすく仕掛けられそうな形ですけど、はい、泣きませんでした。ここら辺も逆のさんって昔泣いてませんでした。なんかね、泣くイメージありますよね、はい、うん、あります。もう一歩進んでから泣こうなんですかね。おー、それかドラ持ってくるか。はい、あードラ数そうですもんね、はい、か泣いちゃうともうピンズの方一だけで。いやでもどうなんですかね、泣いてどっち切るんですかね。まあ三蔵切るかトン切るかだと思うんですけど、はい、現在ナンバー、まあだからなんかもう方向がちゃんと決まってから仕掛けようみたいなことなんですかね。まあとは言っても多分2枚目は泣くんでしょうけど、はい、想像が伸びてくる一つい、うん、こうなったらシャアも泣きそうかな。一ついのシャアも場に一枚入れです。ジーピンがあんこになってリャンシャン点になったのは石綿。うん、これね、客のさんね、何ないしたらジーピン入ってましたからね。まあ、泣く人も結構いそうではありますよね。そうですね、はい、泣く人の方がなんか多そうな感じの形ではありますよね、うんうんうん、ピンズで1個あんこで、はい、なんかパーツとかね作れそうだし、はい、この形。あーでもギリギリいった。すごいじゃない。9ピン自前で持ってくれば相当いいですね。9ピン、はい、チーピンがもうないんでパーピンは最悪、はい、うーん、2枚残ってますよ。でもまあ場合によっては石橋さんがチーピン切るかもしれないけど、でもなんかジャン等で使えそうですよねこのチーピンって。石橋さん捨て牌は結構目立ってますか。うん、うん、全部数牌、はい、ドラ引きです。石綿ここで両面払い、9万が場に3枚入れでした。さあ一つ戻ら1、シャアがドイツです。こうなるとこれはさすがに泣くのかな。泣きました、うん、泣いて、うん、まあもうね、両面両面、はい、サブローソー、リャンウーマのイーシャンテンが一ついです。客のさんはピンズ9ピンにくっつくとほぼ上がり目なし。ただ下へっつってもな、E ピンないし3ピンないし、うん、2ピンもあと1枚、はい、数ピンもあと1枚。これピンズないっすね。えウーピン2枚、数ピン1枚、2ピン1枚とかぐらいしかないっすね。マジか。ってことは、はい、そうですね、自敗重ねて仕掛けて E 数ピンウーピンにして、やっと残り2枚とか、ね、ああテンパイ入る、ああじゃないまだ、うん、あテンパイ入ったんです。はい、ドラ引きテンパイは最高じゃないですか。一番いいやつです。役牌ドラドラテンパイが一つ、リャンウマンです。なになに2万。さあ大谷も選択イーシャンテン中でパーマン引きで6、9万できたんですけど、9万3枚切れなんですよね。これはリャンウマンはあと3枚3枚も残ってる、うん、強い。はい、客のが欲しかった白やばいじゃない。あ、大丈夫だローマ。石綿は、まあ、でお、これで2差しの3色含みのイーシャンテン、はい、石綿も打点が見えるイーシャンテンになってきました。ただイースーピンがあとスーピン1枚しかないですよね。うーん、そこがどうかですね。あ、嘘チーしません。さすがにせず、いや、あ、抜けました。肩上がりだけどピン、スーピン、これスーピン、まあまあ一つ井さんがつかめば打つんですけど、うん、ね、さすがにリャンワンですね。はい、じゃあドラドラとなります。
千里線のつま上がり、上と下がはっきりしてるような上がってんのがだって一水さんと大谷さんしかいないですもんね、はい、本当ですね、一つ一つ大谷と。まあ今の曲はね結局、はい、客野さんが1枚目の難を仕掛けなかったのが、うん、あんこにしましたけどね。そうですね、まあでもなんかいつも泣いてるイメージあるんですけどね。私もそう思います、うん、まだ逆にね普段ちょっと違うことしようとかいろいろ考えてるのかもしれないですけど。お、客野さんもそういうタイプなんですかね。違うと思うんですよね。なんかいつもどういう感じがありますけど、そう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 、なんかねそれか最近ちょっと変えてるのか、そっちの方が強そうですね、うん、ドラガペイで魚谷歴滅ありません、一つ岩白統一、一つ伸びを見せるか。さあ客のは何が統一で、やめたつが2組の1メンツ、石渡がドラがプラプラ0メンツ。まあ一つ井さんが一応形は良さそうですけど、はい、客のさんも、まあ客のさんもいいか、うん、そうか、そうですね、客のさんの方がちょっといいのか。こちらですね、ドラか。あでもドラだ、ちょっと荷物だな。ペイは山に残り2枚になりました。さあ、ウォータニは現在34,800点。何の仕掛ける形だけ、まあ2枚目、まあ1枚目今スルーしてるんで、はい、2枚目どうすんですかね。なんかスルーするのかな。いや、そうなんだ、泣かないですね。いやー1000点ですからね、はい、しかもドラ持ってるのも大きいんですか。いやードラなんかこれだったら、うんうん、むしろこのタイミングで何の問いぞとした方がいいぐらいでしょうね。本当だ、で、まあ、勝負形になって単品系になったらペー勝負みたいな、そうそうそう、ドラ重なるか、はい、まあ、単品ローソンにくっつけて単品ベーコンみたいな、うん、そうですね、こっちの方が、うん、結局ドラ打ちたくないし、はい、じゃあローソー切ったら1000点っぽい仕掛け、1000点っぽい、しかも1枚切れ、はい、だしだったらね、うん、なんなの役割統一落としてタンヤオカドラ重ねるかした方がね、うん、いいかなというかバランス取れてるかなっていう、はい、お、ペンチス引きました、うん、どれか統一切るのかな、ローマンか3ピンか、から切った、これだとまだ全部見て6ブロックというやつですか。そうですね、どっちがいいの、まあでも実際ペン3層ないですねこれ。あらららら、石渡、そして客のが統一です。まあこうなったら3ピン切って自然に、ただ一通は最後まで見そうだから、はい、結局ペン3層が残ってしまうんでしょうか。残っちゃいそうですけどね。ウーマン引きとかがペン3層払いになります。あ、いや引き戻し、むしろそれならチーソー引きじゃないですかね。あ、チーソー引きで、チーソー引きのリャンゾーイーソーの白とのポンテンはありますよね。これ数層引きは絶対1通残しちゃうし、はい、白泣いてないですね、もう2枚目も。あ、本当に、じゃあもうダメですダメです、ダメです泣かないんですね、うん、まあ点数あるし、うん、ね、不安定な形で仕掛けてもなんで、はい、もう安牌として残しつつ、まあ手役取れたらいいな、うん、まあ安定感はありますよね。そうですね。さあこうなると大谷がイーシャン点中で親番レイちゃんできるでしょうか。一つ芋一通が見えるリャンシャン点、これが一番いい形です、はい、まあ、スー先にリャンピンを固定です。うーん、ダメ、いや、いいですよ、はい、いいですよ、全然いいですけど、リーチだ、うん、甘露間引いてリーチはシャンポン待ち、キューピンとトンのシャンポン。さあドラをどうしよう、キャンさんどうしようかな。でもこの形なら行きたいな。キューピンとトーンは山、山、うん、まあ、はい、一発でね、はい、まあ、一応無水、まあでも通りそうですね、今は。でもテンパったらさすがにドラ切るんでしょう、これは、はい、今はこれローピンはノーチャンスでした、
どこで、あ、ドラを取ります。これは嬉しいですね、はい、これウーピン現物一つから切られたりしたら持ちしてもいいですか。いやー、なんかもったいないんだけど、しょうがないのかな。うん、順目は終盤です。石旗が地を入れていきました。まあ頑張って天杯取ろうっていう、ふむふむ感じですね。はい、諦めない。あー、これは打ってもおかしくないです ね、 ですね。です、もうしょうがないですよ。大谷の上がりとなりました。リーチ2000点、何球ぐらいを流すんや。本当ね、石田さんの地で出ないっていう風が来ちゃいましたね、うん、さあ、大谷親番連チャン成功です。ドラが9ピン。今回ハイパイはどうでしょうか。1メンツ、2メンツ、おっと、3メンツ、ワンズの3つ、3メンツ、リアンシャンテン、はい、いいですね。いいです。はい、1つは自敗が2つと1つ、1色見ますか。そうですね、ドラ重なるか。まずはパーソーからの切り出し。客野さんは6チッパの3色見たい。ありますね。石渡さんは今これで1メンツ、まあ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 、まあ言うほどみんな悪くはないです、うん、むしろいい方ですよね。ぶつかるか本局、まあ一つ井さんだけちょっとねあの休憩中です。はい、あ、客野さん6チッパと1通と両方見えたけど、はい、けど、いや、なんかどっちもトロスすると裏めりそうじゃないですか。だからピンズローピンでくっつけたいですね。そうすると一直線なあ、そうですね、迷いなく、うん、石橋さんもこれでリアンシャンテン、はい、大谷さんイーシャンテン、イーシャンテンの親番です。一つ井さんはお休み、うん、あ、これで急走かイーソーか、おー、まだ見るんだ。両天秤、いや、でも結果同じですよ。だってウーソー引いても、はい、リアンゾー引いても、はい、結局イーソー急走って切るんじゃない。だから単純に安全度じゃないですかね。これで、あ、で、あ、そっか、6チッパじゃないと意味ないからってことか。つもぎりです。まあ結局単葉を消して両半薬取ってもってことじゃないですかね、うんうん、ダンプさんの解説めっちゃ好きですと。あら、ありがとうございます年1回なんで頑張りますもっとお願いします去年もエースリーグでしたっけ。そうです、そうですよね。需要がないので致し方ないです。いやいやいや、そんなことないですよ。これでイーソー急走ですね、はい、急走の方が通りやすいんで残す、うん、シャスさん、これイーシャンテンどうするか。マンズにのす、マンズにくっつけたい、はい、なんか3色はなりそうでならない形ですからね。うん、うん、確かに。そっか、ひとついさんは自敗3統一だけど、まあねちょっと動きはきついですか。はい、まあドラ重なってやっとですね、スタートするの、はい、ああ、でもこれはしょうがないですね、うん、9ピンがまだ残ってます。てか大谷さん、テンパんないっすよね。なんでなんでしょう。まあ想像の上で1面ずやっちゃってるっていうのがあるんですけど、うん、いいシャンテン中の大谷、まあ形はね全然いいですから、はい、ただまあリーチ、まあ、なんか想像が頭になった時はリーチ打てるのか、ロー9ピンで。あ、リアンソーさん、そのうーん、最悪天敗ではあります。カンサンソーは、まあ、2ピン引きとかで。そうですね、はい、いやでも3ゾー2枚切れだからな。ウソアンコって3面チャンリーチの方がまだいいわ。はい、そして魚谷さんには天敗が入ったかな。ありがとうございます。あれ今、そしてそのスーソーを速攻で客野さんが掴んでなんかもう一番右端に置いてます。はい、はい、もうゴール寸前ですね。やばいよ、リーチはしていません。大谷ピンクの先輩、まあ、チーピン入んないからな。あ、もうダメじゃない。あ、もう大丈夫、うん、チーピンがもうだって、はい、ね、大谷さんあんこだから厳しくて、ね、うん、リャンウソも、うん、どうだ。リャンウソは3の4で1枚、リャンウソ入るところ、ね、あ、一応すごい自敗4と5目いくかな。だって全部自敗ポンすれば100万転売する。おお、まあ普通っすね、はい、2枚切れの流派です。ちょっとね、順目がね、あまりにも、ね、これが1段目だったらもう大チャンスでしたね。はい、1段目だと
とね、やる気が進んですよ。すごいすごいすごい、ちょっと行きたいよ。すごいけどどうしよう。まあとりあえず3ピンでも切ればいいんじゃないですか。ウーピン3枚目、ローピンでした。ローピン、まあまあまあ、しょんぱいですけどローピンの方でしたね。ああ、ボータに流れとなります。補充したのは客のです。ピンフ1500の1500は1800。ほんと一つ井さんと大谷さんしか上がってないですね、はい、ちゃん。ドラガローマン1回戦に引き続き、うん、なんか優劣がありますね。うーん、2枚1ドラ1枚毎日。何から切りましょう。一品、急走、自敗。そう、一つよ。さんもまあ一面つあるぐらい。はい、あんまり。うん、いや悪くはないんですけど、はい、全然。みんなでもそこまで良くはないですね。まあ一つさんが一番よく見えますね、はい。こちらです。うん、なあ、ダブナーが出ました。ローソー九品、うんうん。どっちでしょう。または。いやー、キューピンか。自然にキューピンから。客のさんはカウンワンさえ入ればどうにか。表示牌のウーマンがネックになっています。まあ、一つ井さんがダントツですね。しかもなんか、もうちょっとでナン泣けそうだし。はい。ナンは客のさんが1枚。はい。さあ、ボータンにお松しか取れてきました。こういうのも泣きづらい範囲ではありますかけど、1枚目から。まあでも、ドラターツあるし、うん、あの一応形全部、あるわけだから。ブロックはできてるわけですね。そしてこの、もちもちなっちゃった。仕掛けによって難が客のさんに流れるという。これもう、ボータンさん大チャンスです。そうですね。チャンスは到来、ボータンです。親番中。白のポーンを入れています。何何にもならなそうですかね、客のさん。いやー、さすがにならないでしょう。ならそうですね。だってね、だってもうこれであれですもん、あのチートイツの方が早くなっちゃった。あー、ほんとだ。現状は4トイツ2シャンテン。まあこうなるとほんと大谷さんが一人旅になりかねないですね、はい、怖い。客のさんがうまくチートイツ捉えれば、でしかもそれリーチ打たないとダメですからね。そうしないとだって足止まってくんないじゃないですか。あ、そっか。あの、これでダメだ。もうね、大谷さんですね。ひとついさんも一応いいシャンテン。はい。いや、もうリーチを打てる形になれば。だなそうですよね。うん、シュアさんはきついな。で、ね、親にケアしつつも、はい、うん、つらい。一つも何がもちもちなのか。あ、でも今パーピン切ったってことはやっぱりもう何ね、何で上がるっていう、うん、で漢字ピンの受けなくしちゃったわけじゃないですか。はい、親の現物の E ピンも残してこちらです。あ、2ピン、さすがに E ピンかな。はい、自分都合で。客のさんもこれどうすな、チートで諦めた。はい、メンツ手は見てまだ前進はしています。ウッパーマン、カンサンマンの受け入れは嫌っていきました。感想の方を重視しています。お、一通一通リャンピン、来た来た来た。じゃあこれはもしかしたら一つ流れあるかもしれないですね。これね、ただ最後の待ちが、はい、ねえ、ローピン、うん、まあでもローピンいるのか。ローピンいるな、ウーピンもいるな。ダンプさん9万チーします。うーん、どうこの状況どうすかね、うん、難しいけど、まあとりあえず泣いて、泣いてシャンポンにしちゃいそうですよね、うんうんうん、結局ダブナンなんですもん。はい、一通ドラ1でダブナン大きいですね。だから上がりが欲しいんだったら、はい、ピンズ埋めたいんですよね、これ。ピンズ埋まんないと実質。そうですね。相当、しかもこれ今サブロが、つうかサブロ9は今振り手じゃないですか、ひとつさん。本当だ、7巡目に切ってた。絶対チーでした。はい、あの後で伸びたマンズでした。振り手になっています。大谷さんがね、数層がもうなくなってしまったので
どうでしょうか。まあ上茶が石橋さんでなんか絞ってる感あるんで、はい、自力でテンパ入れないといけないんですけど、うん、嘘も薄いです。あ、でもどうだ、カン、ウソ、パワン、でもこれでパワン打たないで済むようになったから、はい、ヤンゾドラドラ、あ、これでなんかもう上がれなそうですね。わかります。お、お帰りした。ただいま、ローピンとナンのシャンポン待ちです。ナンだと上がれる形です。まあでもナンは出ないんで、出ないですね。逆のがいいシャンテン。でもローピンこれ2枚とも山なんですね。じゃあサクッとツモがあるってことですか。ありますね。お、え？え？どういうこと？これ固まりましたよ。え？切らないですか3万。うーん、大谷さんにテンパイが入ってるとしたら、うんうん、嫌ですよね。うーん、サブローマンの筋がかなり、まあそこだけですよね。客のさん、はい、なんとも言えないし。じゃあローピン、ローピンがあるってことですか。の方が微妙に打ちやすいんですけど、でも結局そうなんですよね。ローピンが運じゃ通る保証もないので。はい、ローキューピンが通ってないし、まあね、先輩崩してローピンで打ったらもうダメじゃないですか。いやです、はい、だったらまあ3万勝負ですよね、はい、あの天杯取るんであれば、うん、まあ2万、2万とかもあったのか、まあいいか、うん、まあこれで今自分で3万通したことによって、はい、いや、まあそのさっき言ったローキューピンも通ってねって話しちゃうと、はい、筋がどんどんまた切りにくい牌なんですけど、あ、甘えましたねこれは完全に。へー、まあやっぱりね展望あるし無理しなくていいんじゃないっていう。はい、一つはテンポを崩していきました。ローキューピンの筋が嫌だったと。さあ大谷テンポ入るでしょうか。数万ローマン、これでも数ワンローワンがそもそも山にないわけで、数層もないわけで、ウーソーだけじゃないですか。ウーソーがあと1枚だけ。ウーマンは、ウーワン、あ、そっか、ウーワンもあんのか、はい、ウーマン2枚残ってますね。ウーワン今出た、でもここは出ないからな、はい、ダメやダメや、なんか全員乗ってもですね、はい、つもないです、ウタに。あ、となると一つ井さんね、まあしょうがないですね、そんな言っても。ただここはできればなんか、うん、いいワンツも行った。あ、あ、おー、いやー、まあどうします、さすがにここでだって9ピン切ったら何したいか分かんないじゃない。はい、ごめんなさい、じゃあ先に切れってなっちゃう。はい、やめます。はい、脳天です。4人脳天流局で上がり逃したってなってるわけですね。はい、バッチャンとかいうの行きそうですよね、私の勝手なイメージなんですけど。どうでしょうね。やっぱりあのローキューピンの筋ってもうのサブローマン自分で通しちゃったから嫌なんですかね。まあでもね、展望込みで、うん、一番打ちたくないところではあるわけじゃないですか、はい、魚谷さんにっていうのは、はい、だからあの降りる側の気持ちもすごいわかるし、うんうんうん、ね、なんで上がれるなんてもうみじんも思ってないし、はい、だから別、まあまあ、だから自分がそこ座って、あの、キューピンを押す押さないはともかくとして、うん、まあまあ降りる側の気持ちはよくわかるな。はい。条件は揃ってましたね、降りる条件が。そうですね。はい。ドラドラ一つ位です。南三局の三本場となっています。この三が、図、本一まであるでしょうか。石渡が南が統一。お、ドラ引きです。一面使わせの大谷。大谷さんと、まあ、はい、打点は一つ井さんの方がドラと一、うん、客のはどうですか。 お、石渡が仕掛けを入れました。さばきに行ってますね。はい、これでまあ縦になんかねポンポンっていきたい感じ。そうですね、ドラドラの一つ井。福野さんは自敗重ねればね、本一一直線っぽいですね。はい、白と中が手の内で1枚ずつあります。ペイの仕掛けは現状なさそうですかね。まあこっからペイはさすがにもう1枚切れですね。あ、これも残して、もうこれで諦めそうですもんね、はい、ドラ3ピンだし。石渡の仕掛けも入っています。ただ石渡さんの仕掛けは現状1000点か。はい、
んか客の差を浮かせないようにする。周りからはまだ点ってまだ分かんないですよね。まあでも一泣き何一泣きでしょう。いや逆に打点あるんじゃないみたいな感じに、はい、思っちゃいますね。見られそうですよね、はい、まあ少なくても3900みたいな。泣きました。ポンポンと入っています。で数層切りを見せていきました。まあこれで今度トイトイやんのかなとかまた考える、はい、何のポン。嘘のポン。うん、チートイツのイーシャンテンなんですけど、ドラは使いたい。うん、受けました。チートイツに決めたと。まあ、マロマ三品、ね、どっちかですもんね。今満足するか下のトイツ落としするかみたいな、ね。うんうん。一つ井さんは789にしました。お親番の一つ井789の3色のリアンシャンテン。うん、先ほど馬を切っている大谷です。どこを残していくかの問題。ナンは泣かれた牌ですね。はい、来ました。いかがでしょう。まあとりあえずチーピン。ペーから切った。ペー2枚切れ ?1 枚切れか。これはかなり守備意識ですか。いや守備意識ならむしろ、はい、後々にペー残しときたいかな。ああそうですよね。そっかそっか。だからなんか全部見てんじゃないですかね。これでいつも見える。先に3層処理していきます。カンリャン層とカンウピのイーシャンテン。まああとはやっぱり石橋さんにあれかチーピンもちょっととりあえず考えてたんですかね。うん、これはさすがにリーチとなります。ドラドラ3色にはなりませんでしたがペンチーピンのリーチです。でもチーピンはないので出る可能性がどうか。ちょっとなさそうですね。魚谷さんと客のさんが2枚ずつ。ウーピン引いたらどうですか。ウーピン引いたら普通に1つのテンパイじゃないですか。あ、ダメだ。チーピンじゃないですね。そうですね、うん、まあでもなんかここには逆らえないっつってすぐに現物ないですね困ったな。まあでも急層そうですね。ウーソーが4枚ポンで見えてるんで、はいはい、3、7とかはノーチャンス。なので3層を切っていきます、はい。まあ、客野さんが降りちゃうと、はい、ああここま1枚とゲームはテンパイだけど、本当だ。もう先ほど3層抜いている、うん、そして石渡もテンパイ1万と言いそうのシャンポン待ち。こうなると、はい、まあ、現状上がり目あるのは石渡さんなのかな。 G1 は1枚言いそうが0枚だもんね、うん、G1 の分だけ上がりあって1対0、0対0。いやー現状は出ないですね。まあ三蔵とか4枚見えて、はい、ね、あ、客野の位相がですか。そう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 、あるけど魚谷さんこれどうすんのかな。ドラドラなった。とりあえずないんですよね。じゃあまっすぐ行きますか。筋のパーピンをぐらい。でもドラドラなりましたよ。ローソー数万。あとはそのリャン運送が自分から今もう7枚見えてて、うん、でもポンであれ減ってるわけじゃないですか。釣れるか、はい、押した。とりあえず押した。攻めた大谷イーシャンテン。ただこれ大谷さんも上がり目ないんですよね、はい、チーピンパーピン0枚で、なーチートイにしたら上がり目が6球ピンも6枚ぐらいかな今。だから6球ピン自分でポンポンってぐらいしか、うんうんうん、それでやっとテンパイだもん、ね、うーん、だ、うん、もうだからチートイにしかなんないんですけど、はい、じゃあリャンゾー勝負できるのですよねちょっときついかもしれません、うん、さあ、なんかだってそんなに打ってたらそれこそチーピンの折り打ちの方が可能性あるんだから、はい、もうだってローピン4枚見えでしょ。はい、一つ以下ベンチーピン。だ、魚谷さんのチーピンはちょっと危ないですよね、うん、イーシャンテンです。スーハンコのイーシャンテンが魚谷、まあ、魚谷さん目線でローピンが全部見えてて、はい、パーピンが自分で3枚見えてる、うん、なんか完全に切る範囲なくなったら、まあでもパーピンの方がいいか。パーピンの方になりそうですか。パーピンがギリギリ大丈夫ですね、うん、だったら危ない。もうちょっとね安牌なくなるとチーピンも危なくなっちゃうんですね。相手が石渡となります。
まあ2人転敗で、あ、急走切れない。最後の最後で無筋行きました。今回は行きます。石綿一つい、そして石綿2人転敗で流局です。ドラドラ対トイトイ対決、結果は持ち越し。うん、まあ基本的にはまあ危なくはなかったですけど、むしろね、客野さんが全部言ってた時に、なんかどっかのタイミングで、あかんにゃん、そうですね、なんならあのペイの問い増筋のところで先に CP1 枚切ってたら、はい、ね、場合によっては最悪だったかもしれないし。ドラグ初です。親番連ちゃん4本場、うん、攻める、まあまあですか。まあ単野っぽくなりそう。はい、自然に手を進めていくでしょうか。第1打ペイから、そして客のはチューンが統一現在2200点をしています。あ、うん、向谷さんがいい、が一番いいですね、はい、砂漠には持ってこい、最高ですね。カンロスト入りました。一つでもやる気がどんどん出ていきます。なんかね、はい、タイヤを1個ポンしてすぐタイヤをって感じですけど、一ついいですか。うん、スッチーマンポンがあるでしょうか。してもいいんじゃないですかね。ダンプさんちなみに泣きます。あ、これでもこうなると泣かないんですけど、そうですね、この前だったら泣きました。いや、全然泣いてもいいかな。相手ポンは4本場でしょう。はい、っていうか泣かないと逆になんかすごい時間かかりそうで現在イーシャンテンの一ついです。まだ時間かかりそうですね。はい、白は表紙牌に1枚ペンちゃんを払ってスリムに構えていきます。一ついもこれで、これでどんどん、これでリャンワイス、はい、後継に変化してきました。打点もついてきます。逆のはソースのこいつペン3ピン引きました。まだでも3シャンテン2メンツは完成しています。さあ、ドラ初なんですね。ヤンソーつむぎり、完全に大谷さん対親みたいな感じなんですけど、はい、また差し子とかになっちゃうじゃないですか。一つ井さん、そう引いたりしたらなっちゃいますなっちゃいます。本当だ、三層山山、お、絶好中の絶好なんですけど、イーシャンテン、これ、はい、ドンピシャスーピン宝珠があるんで、やめろー、早くしないとでも残しちゃいますよね、この形だと。まあ当然、あ、これスーワンですね。はい、ローピンの受け入れが増えました。いやー、どうかなー、一つ以外スーピンのイーシャンテン、ほうほうほう、石綿も来ています。現在は3社、そして客のがどうか。まあ無理です、さすがに無理です。まだ無理です。お、テンパ入った。ウッパピンはやめて、さすがに、はい、ピーフのテンパイが入りました。石綿です。いやー、ウォータリパーピン使えない。お、ここもパーピン使えない。あー、補充だ、うん、石綿の上がり、今回は客のから石綿へ、線は2200の強弱1本です。これで石綿さんが3着に浮上。はい、さあ、オーラスとなります。逆の親番サイコロをして、出た目は6、逆のさんはね、いつも猫ちゃんのツイートをされております。ねえ、いいですよね、かわいいですよね。お家が大きいですよね。羨ましい、羨ましい、羨ましい。あ、ハイパイは2メンツある。2メンツでドラのところどうにかなれば、すごい6戦オールまである。はい、石綿あんま良くないし、大谷もそこまで良くないし、良くないし、ってことは、筒井さんが、あ、まあまあいいか、まあまあ、でもでもでも、注目は現状客のでしょうか。そうですね、ドラの縦重なりがあと1枚、はい、あ、1枚残ってればまだ、うん、で3万はでもまだ3枚あるから、3万まあ、マンズをね、マンズをとにかくなんか早く形作っちゃいたいです ね、 ですね、はい、でもやっとこのハンチャンあれか、石橋さんがあの初めて、まあ、上がりました先手だって、ずっと一つ井さんとね、魚谷さんしか上がってない、はい、やり合ってました。で2人でね、おー、絶好絶好、久しぶりしたいな、
まあでも何でも、何でも、ウーピン入ってイースーチーピンでも喜んで、はい、いいシャンテンです。ただ気がつけば一つ井さんが後ろにいるんですよね、うん、モリアンシャンテン。テンパレどうだ。ああ、あ、しょうが、うん、ダンプさん受断戦の意気込みお願いします。じゃあ、じゃあ後で。はいはい。現状は2回戦オーラス、一つ井魚谷が浮いています。またキャプノと石綿が競っている状況。ああ、どうする。石綿は広がりましたね。うん、手広さ、はい。まあ、一通も見えてきた客のではあります。これで E1 ですか。まあ E1 なんですけど、はい、E1 なんですけど、これ、はい、ピンズか。ピンズ、ピンズ頼り。ピンズ意外に、うん、意外に意外だな。何ですか。意外に大丈夫かなって不安要素がありますか。早く引け。ああ、いい。まあまあまあ、最高最高最高。まあ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 、これでね、ドラ筋引いて、はい、最高じゃないですか。そう、最高になるけども、ドラ1枚残ってます、ね、むしろあっさりチーピン積もって終わりたい。はい、タイヤをリペコドラ1積もって、残響ロ、残響ロキだ。チーピンあるよ。積もっちゃう積もっちゃう積もっちゃう。あー、隣。じゃパーピンにする。しない。いや、パーピンに紛れ、2枚切れか。チーピン場に1枚見え、やまやまです。みんな石綿も1つでもチーピンは使える。あー、1枚減った。使います。そしてシャンテンが上がった。いいシャンテン。両面両面。あ、振り手無理。これ待ちあんまり、両パワン、両パワンしかまともにダメですか。枚数のある、まああと両ピン。はい、なんか変、自敗とかどうですか。もう自敗で、自敗な、何自敗、何なんだろうな。ペータンキリイチ、何はしょんぱいか。今ダンプさんだったら何考えてます。客のさんにどこに座って。いやー、チーピン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 ってずっとチーピンが頭の中で誰か打って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 通奏は1枚切れ。チーピン継続。あとは意外になんか街変わんないだろうなとか、はい、いろいろ考えてんじゃないですかね。ちょっと意外。あ、これいける。おお、やった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 。掴みましたよ。頑張った頑張った。客の上がりとなりました。ダイヤをイペコドラ1です。7700の手上がりとなりました。じゃあ石綿に続いて客の方はこの2回戦上がりを決めました。そして親番連チャンです。うん、嬉しい上がりですね。やっぱね、今のよく、はい、なんかもうね、はい、短期になったところで、うん、上がれないんじゃないか、はい、ちょっと思ってました、ね、この中では上がれないんだろうなって。一つ井さんが使いましたからね。ね、本当に、うん、逆の連チャン、嬉しい連チャン。メンツはありませんでしたが、まだまだ分かりません。これでまた1回戦となります。あらら、石綿さん的にはどうですか、このオーラス。今ラス目ですね。まあもうなんか早く終わりたいんじゃないですかね。6500点差があります。現在一本場。大谷はトーンが統一ですが、現在何番。一つよくありません。ここはやっぱり親が一番いいかな、はい、うん、いつ楽そうから。つーか、まあチャンタもあるから。ああ、石綿の手配。ドラ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 。タンヤを、まあタンヤを見て E1 とか9ピンとかも取っときちゃってもいい。先に E1 となりました。渡さんは無理はしたくないですよね、はい、これだって77とか打ってね、沈み屋ですね。それはもうやってないでしょう。はい、手配的にもあんまりね、うん、行く気も。
さんはこれでピンクの方になったけど、うん、カズマも埋まっちゃいました。1メッツ、いやまあでもまだね、まだですね、カンちゃんペンちゃんあるし、まあ、チーマンとかドラが入ったりすれば、そうですね、はい、やる気は出るでしょうか。まあでもできればリーチは打ちたくないですからね。そうですね。となるとまあ、グケが埋まってのピンフ、うん、先にも処理していきます。一つ言はこれはもう何期、あー何は2枚切れで現物で取っときたいのか、オロチなんで目いっぱい、うん、思ったように伸びません。シバスさんもまだリアンシャンペン、はい、大谷さんは無理しなさそうですね。まだって9万とか切ってるぐらいですから、はい、今後安全杯です。あとは親なんですけど、やっと1個進んでまだリアンシャンペン2メッツできたところ、うん、周りが追いついてきちゃうな。スーピンつむぎりというかもう一つぎさんの方がなんかよく見えてきちゃいますからね。そうですね。あ、でもロスを処理してくれましたよ。もうマンズは切らないってことですね。うーん、であるならばドラですからね。そうそうそう、ドラ切るぐらいの気持ちなんだったら、はい、ソーズ残しますけど、うーん、どうするか。ストレートに行くか、パーピン切り、うん、あー石橋さん3ピン裏目だった、たたたたた、3ピンが2枚並んでいます。大谷さんはやる気あんまなし、はい、トツイさんも具形が処理できれば、うーん、刺身が見えてきたけど、ドラチーマンでローマン切るかどうかです。ローマン切っていきました。もうすぐ終盤、テンパイ入りましたけど、ドラ1、いやでも12000を積もって、はい、一本場で100点足らずのラスなんですよ。じゃあ500000、まあそれかね、あの大きく3ピン切ってあれでも、ああ、いつか、うん、メンピン、そうすると羽まんまで見えますからね。ああ、ありますね、うん、ダンプさんはどうするんですか。どうですかね、3ピン切ってるかな。おお、テンパイ取らずする、うん、これで客のサインシャンテン、はい、あ、シャンポンになりましたけど、でも結局、あ、シャン2枚切れ、結局なんですよね、だからピンフにしてつまらない限り、はい、ね、要するに3着になるあれはないですから、はい、大谷仕掛け入れました。大谷は自然にもテンパイ取れればっていうことなんでしょうか。まあなんか経点になればいいなんですよね。うん、さあ客のがいいシャンテン中で、ここはリャンソーつむぎりを選択です。ああ、これでサズローソーでしたね、はい、しかもローソーはなんかまだ2枚とかいる、うん、いい街でしたが、はい、その客野さんはこれテンパるんですかね。どうなんでしょう三層だって、ウーソーと三層が全部合わせて、うん、あ、でもまだ2枚いるな。もうリャウマンが、リャウマンゼロ、リャウマンがない、ない。ひとついさんがリャウマンを切るケースは、はい、うーん、あるかな、現状はないか、なさそうっすね。お、石綿がリーチです。両面に変化してのリーチ、ピンフがつきましたね。これ積もれば3着、はい、リーチピンフドラ1、1、3、2、6の積も上がりを決められるか、石綿1本場です。久野さんはあとどこまで頑張るか、はい、うん、1ピンはあ、ノーチャンス、もう3着でいいやっつってね、降りちゃってもいいぐらいですからね。大谷はローピン中筋ですけど、テンパイ脈がないですよ ね。大谷さんはとにかく8000打ちたくないじゃないですか、はい、はい、打ちたくありません。で、石橋さんのこの最後の3ピン切りリーチっていうのが、はい、すごいなんか手役感あるわけじゃないですか。おー、だって3ピンで自分で2枚切ってて、うんうんうん、で最後もまた3ピンの手役切ってるぐらい、そうそうそう、うん、お、これもチーテン、あー、そうか、客野さんチーテン取らない、そうするとこれテンもうなんか無理しないなのかな、もう終わりでいいってことなんですね、この2回戦。さすがにね、これチーテン取んないってほぼ、うん、
ああ、ドラオスズもモダンイヤ会、モン。一ついの上がりとなりました。優勝、優勝ですね、これ。大変踊らさん、優勝のつもりでしたね。優勝です。完全に優勝です、これは。2100?4000 のつも上がりとなりました、一ついです。いやー、2回戦も引き続き大きなトップと決めました、一つい。そして2着に大谷、3着に客の、4着石綿の並びで終了です。続きましては3回戦です。